こんにちは、ゆるのりです。今回はですね、誰でもわかるロードスターの魅力っていう、そういうテーマで話していこうと思います。それでは行きましょう。はい、僕もロードスターオーナーですけども、ほんとロードスターはね、もう魅力に溢れてるんですよ。もう語り尽くせないようなね、魅力に溢れてるんですけども。ただね、最近のなんか YouTube 動画とかね、<laughs> まあ、ロードスターの記事なんかね、見るとね、ほんと難しい話ばっかりが載ってるんですよね。もう <laughs>。 アシンメトリック l s d とかね、最近だとね。ちょっと前だと KPC とかね。そんな話ばっかりして、ちょっとね、うん、どうなのかなって思っちゃうような感じなんですけども。あとね、本当もうマニュアル車の情報ばっかり載ってるんですよね。うん。マニュアル車の動画とかばっかり。まあ僕、オートマ好きなんでね、オートマ車乗載ってるんですけど、オートマの動画なんてほとんど僕以外は出してる人あんまいないんじゃないかと思うんですよね。うん。なんで、このままだとね、ほんと、 おじさんとかね一部の車好きの車になっちゃうんじゃないかなって僕ちょっと危惧してるんですよね。まあなんでまあちょっとね僕がねうんまあ僕もそんな車詳しいわけじゃないんでねまあ簡単にね話してみようと思うんですけどもまあできるだけね 多くの方、車の初心者、まあオープンカーちょっと乗ってみたいなとかね、うん、免許取ったらロードスター乗りたいなとか、そういう方とか、まあ女性の方とかね、そういう方に乗っていただきたいんでね、まあこの動画を作ろうと思ったわけですね。うん。車好きの方もね、ちょっと多少参考になる話もあるかと思うんで、もしよかったら聞いてってください。はい、まずね、利益相反開示しておきます。 これはね、要するに案件じゃありません。うん、これを表示してます。<laughs> まあ僕みたいなね、こんな超弱小チャンネルに依頼するわけありませんよ。うん、大体大企業の松田がね、僕に依頼してくるわけないし。僕は別に松田の関係者でも、松田に知り合いがいるとかそういうわけでもないです。だから、回し者でもないです。基本ぼっちなんでね。<laughs> まあその辺は安心してください。はい、じゃあね、10個あるうちの、まず1個目から、うん、10個あるんでね、ちょっと頑張って聞いてください。 <laughs> まずね、まあ、オープンエアの気持ちよさ。これはもう言わずもがな,かなって感じですけどもね。これほんとね、上手にできてて、もう5秒ぐらいで開閉できますね。これね、ほんとにね,ね、もっと難しいのかなと思ったんですよ。だけどもうほんと簡単ですよね。よくできてますよ、これ。五5秒、もう慣れれば3秒、4秒じゃないですかね。簡単にできますね、これ、開け閉めが。そしてですね、気持ちのいい天気の日にですね、 景色のいいところを走ってる持ち良さは格別ですよね、これね。もう。本当ね、日本はね、もう四季折々、うん、地形の変化に富んでてですね、オープンドライブにめちゃくちゃ適してますね。うんまあ、真夏以外は快適ですね、大体。<laughs> もう、真冬も意外といけますよ。氷点下とかじゃなければ。うん、真夏はちょっとね、きついんですけど、もう本当春とか秋はもう最高ですよね。うん でも地形がねすごい変化してますんで山あり谷ありね海岸線ありうんそういう国でなんでもうめちゃくちゃロードスターに合ってますねこれ幸せだと思った方がいいですねはいあと走りが気持ちいいんですよねとにかくまあこれはいろんな理由があると思うんですけどもまあ簡単に上げておきますねこれもうとにかく軽くて軽くて 警戒だってことこですね。あと後輪駆動ですね、後ろのタイヤが動くんで、もうほと今のほとんどの車は前輪駆動なんですけど、この車はね、もう後輪駆動をずっと続けてまして、これやっぱり前輪がね、自由に動きやすいんで、非常に気持ちよく曲がっていくということですね。ちょうどまあ、座ってる椅子を連想してみてください、もう四つ足の。 それがね、やっぱり後ろから押されてた方が気持ちいいと思うんですよね。うん。前から引っ張ってもらうよりも、後ろからね、押してもらって走っていく方が気持ちいいと思うんですよね。うん。で、前後バランスが取れてれば、なおいい。あと、重心が低いってことですね。その座ってる椅子がやっぱり背が高かったらね、ちょ怖いですもんね。曲がっていくときとかね。重心が低くてね、うん、走っていくと、やっぱり気持ちよく曲がったりね、走れますからね。そういう良さがあるんですよ、これね。 こういう車もあんま少ないぞ、ほんとね。で、スタイルがやっぱりいいですよね、これね。これロングノーズって言って、前がね、フロント、うん、ボンネットが長くてですね、お尻がキュッとしてるっていう。これはもう、スポーツカーの典型的なスタイルなんですけど、これはもう、どの時代になってもかっこよく見えるんですよね。こういう普遍的なかっこよさがあると。 で、外装はとにかくね、曲線美がうまく使われてる。うーん、ここがね、惚れ惚れするような曲線美ですね。で、内装もね、あの、クラシックテイストになってますね。うん、ネオクラシックって言うんですかね。うん、レトロモダンって言うんですかね。まあ、松田はそういう三眼メーターとかね。うーんそういう上手なんですよね。インテリアのセンスも。なんで、これね、所有するとね、 あの、想像以上にね、見とれるっていうのかな。うん、満足感がすごいですね、うん。スタイルに関する。街で走ってるの見かけてもそんなにね、かっこいいとか、今までそんな思わなかったんですけど、もう所有するとね、本当に駐車してる車とか見てもね、自分の車見てもね、<laughs> かっこいいな、俺のかと思っちゃうんですよね。そんな感じですよ。で、運転がしやすいですよ、これね。とにかく全長がだって4メートルないですよ。 全長が4メートルない普通乗用車ってあるのかな日本車で。もう本当ないと思うんですけどね。で、全幅もね、割と少ないですよね。1735。まあ5ナンバーサイズじゃないですけども、割ともう幅が狭い車ですよね。で、全高も低いと。で、なんつっても特筆すべきことは、最小回転半径が4.7メートルともうめちゃくちゃ短いんですよね。これ、あの、はっきり言って軽自動車並みですね。 今僕が乗ってる新型 NBOX のターボモデルもこの4.7メートルなんで小回りの利きやすさは NBOX と同じなんですよねだからね初心者にもものすごい運転しやすいと思いますよだからうん街乗りとかもすごく合ってますよねそしてこっからちょっとマニアックになるんですけど健康に良いってことですねこれなんとなくねオープンドライブでストレス発散ってこれはわかると思うんですけど実はこれね日光浴にもなるんですよね 日本人って日光浴はあんまりねうん積極的にやらない感じがするんですけど欧米はね日光浴すごく重視しますうんあのお日様の光がね健康にいいっていうことをよく承知してるんですよ実際ねあの日光を浴びるとですね幸福ホルモンであるセロドニンが分泌されますうん,なんとなくね幸せな気分になるとで夜もよく眠れるようになりますねお日様の光浴びるとそしてね骨を強くするビタミン D っていうのがこれがね生成されるんですよ これはね、あの、腸でカルシウムの吸収を促しますんでね。いくらあの、カルシウムを飲んでもですね、これがないとダメです。うん、吸収されませんのでね。これはね、このビタミン D は、このお日様の光で、うん、活性化っていうんですかね、生成されますんで。こういったね、地味な健康効果もあると。そしてね、ここも大事なところです。環境にいいんですよ。エコカーなんです、これ実は。環境にいい車って何だと思います これね、決して電気自動車じゃないですよ。うん。ああいう重たい車、2トン近くあるような重たい車っていうのはね、もう道路をどんどん痛めちゃうんですよ。うん。で、もう道路工事がしょっちゅう、うん、起きてですね、もうドライバーにとっても全然いいことないんですけども、この軽量である車っていうのはもう道路を痛めにくいんですよね。うん。で、重い車っていうのはもうタイヤもね、どんどんすり減って、それがね、粉塵になっちゃって、もうそれがアレルギーの原因になるんですよ。うん。で、あとは呼吸器疾患の原因になる。 これね、意外と知られてないんですけど、これあるんですよ。だけども、こういうロードスターみたいに、1000キロぐらいですよね。もう1トンちょっとですよね。そういう車ってもう全然、あの、タイヤもすり減りにくいし、道路も傷めないんですよ。うん、だからあの、僕いつもね、あの、高速道路の料金をね、ロードスター安くしてほしいなと思うぐらい。うん、同じね、電気自動車の2トン以上あるやつと同じ料金っていうのは、不公平な、ね、気がしちゃうんですよね。 で、燃費もめちゃくちゃいいですよね。これ、スポーツカーにしちゃめちゃくちゃいいですよ。16.8も走りますんでね。うーん。なんでね、まあ、それであと排ハイガスも少ないですよね。4つ星もらってますんで。だから実はね、これは最高のエコカーの1台と言えるんですよね、これね。そして価格が安いです、これね、実は。<laughs> これ。高いと思ってると思うんですけど、値上がったとかね。それはね、大きな間違いだと思いますよ。これね、 まあ300万ぐらいで買えるんですけども、この売れ筋の S スペシャルパッケージはこれね、欧米行くとね、これ435万とかからですからね、アメリカだったら。EU とかイギリス、ドイツなんかは450万からですから、このロードスター。なんでね、日本はめちゃくちゃいいですよ。幸せですよ。これ物価がものすごい上がってますんで、この3年ぐらいで。車の上昇の、価格上昇の仕方っていうのはまだね、緩やかな方だと思いますよ。うん、で、あの、 初期の頃のロードスターと比べてね、もう内容がどんどん進化してるので、まあ値上がりに見合っただけの性能向上があるんですよね、これね。なんでね、もうこれ待ってないで早く買った方がいいと思いますね。値上がりしてきます、これ、どんどん。多分。うん、これじゃあね、多分松田さんもそんなに利益取れないと思いますよ、これ。S スペシャルパッケージなんてかなり抑えてますんでね。なんで、まあ欲しいと思ったらね、早めに買った方がいいですね。 今度ちょっとね、僕もね、こういう趣味的な車を、うん、上手に賢く買う方法っていう動画を作ろうかなと思ってるんですよ。もしよかったら見てほしいんですけど。で、最初にも言ったようにですね、マニュアルばっかり注目されるんですけど、実はね、オートマもすごくいいです、これ。僕も乗ってて、本当にオートマよくできてるなと思いますもんね。 マニュアルモードがね、実際あります。レバーを横に倒すとマニュアルモードになって、これがね、よくできてます。ほんと、ガチャガチャします。しょっちゅう。で、バドルシフトがつくんでね、あの、手元のところでも加減速できるんでね、カチカチ。これ楽しいですよ。うん。で、もう楽したい時はね、ほことまなんで、楽できますから、適度に操ってる感がすごく心地いいんですよね。で、僕みたいに飛ばさないでね、 あの、のんびり景色楽しみながら走らせる方、まあコーヒーなんか片手にですね、のんびり走る人にはオートマいいですよ。で、まあ、よっぽどの車好きじゃない限りね、まあ多分ね、8割ぐらいの人はね、オートマがいいと思いますよ。まあ、マニュアルどうしても乗りたいとかね、ロードスターは絶対マニュアルがいいって思ってる方は全然いいんですけど、あの、マニュアルにこだわる必要ないと思いますね。 もう特に若い方なんかオートマ限定免許の方多いでしょ、うん。もう女性なんか9割以上オートマ限定免許なんじゃないですかね。なんでそういう方もね、ぜひ乗ってもらいたいですね。はい。ここはちょっと <laughs> ディスってる感じになるかと思うんですけど。まあ不便を楽しむってことですね。うん。これはね、もう完全な二人乗り。<laughs> もうね、もう一人乗せてほしいって言っても無理ですからね。うん。だからまあ、二人乗りだと。 でも、リクライニングが全然できないですね、これね。<laughs> こういう車僕も初めて乗りましたけど、本当とね、なんか運転して眠気が出て、ちょっと寝ようかなと思って倒そうと思ったけど全然倒れないんでね、びっくりするんですけど。だから、居眠りするのも大変なんですけども。うーん、これがありますね。あとね、フォローを閉めると、ただの狭い車ですね。僕なんかも身長が180センチで,でかいんでね、ほんと天井についちゃうんですよね、頭が。 で、結構ね、うるさいんでね。<laughs> もう、あんまり、フォロー閉めて走ってもね、あんまり、うん、快適じゃないんですけど。あともう、真夏こうちょ夏暑いじゃないですか。30度ととかになる時あって。そういう時はもうほんと、うん、罰ゲームって感じですね。ほ <laughs> 天然の日焼けサロン、サウナと思って乗るんならいいかもしれないですけど、もう、かなりきついですね、真夏は。うん。まあ、あのー、 適度なね、ストレスっていうのもですね、実は健康にいいんですよ、これ。さっきの話に戻りますけど。適度なストレスっていうのはですね、あの、あの、長生き遺伝子みたいなのがね、うん、活性化されるんでね、サーチュイン遺伝子だっけ。<laughs> そういうのがありますんで、こういうのはいいかもしれない、実は。<laughs> ちなみにドアミラーもね、手動で畳みます、これね。あの、鍵かけると畳まれませんのでね、自動で。だから自分でた畳まなきゃいけないです、これね。はい。 これ最後ですね。これね、たくさん詰めますよ。うん、たくさん。うん、嘘言うなよ。トランクも小さいだろって思うかもしれないですけど、これはね、夢と希望が詰めますってね。はい。最後決まりましたね。はい。これで終わりになりますけど、あ、そうだ。ショート動画作りましたんでね。本当にショートムービーっていうのかな。ショート動画作りましたんで、よかったら見てください。 はいそうですねいろいろパクってますねわ <laughs> かっかる人にはわかると思うんですけども <laughs> まあ許してやってくださいロードスターの魅力をね伝えたかったんでこういうのを作ってみましたはい最後までご清聴ありがとうございましたわかるは役に立ったわと思った方はグッドボタンだけでも押してもらえると励みになりますそれでは失礼いたしますさよなら